渋野日向子と上田桃子、ゴルフの賢さを比較してみたら驚きの結果に。ゴルフといえば、男性が主役と思われがちですが、最近は女性プレイヤーも注目を集めています。中でも、渋野日向子選手と上田桃子選手は、その才能と美貌で多くのファンを魅了しています。そこで、今回は、渋野日向子選手と上田桃子選手のゴルフの賢さを比較してみました。驚きの結果が出たので、ぜひ最後まで読んでみてください。まずは、渋野日向子選手のゴルフの賢さについてです。渋野選手は、自分の持ち味であるドライバーを駆使して、飛距離を生かしたプレーを得意としています。また、パッティングにも定評があり、自分の力を最大限に発揮するために、常に自己管理を徹底しています。一方、上田桃子選手のゴルフの賢さは、コースマネジメントにあります。上田選手は、自分のスイングに合わせたクラブ選びや、風向きやグリーンの状態など、細かなデータを分析しながら、プレーを組み立てていきます。そのため、失敗が少なく、確実性の高いプレーを見せることができます。ところが、私が行った比較の結果、渋野選手と上田選手のゴルフの賢さには、大きな、隔たりがあることが分かりました。それは、プレッシャーに強いかどうかという点です。渋野選手は、大会前には、自分にプレッシャーをかけることで、本番での力を引き出す、ことができます。しかし、プレッシャーがかかりすぎると、逆に自分を追い込んでしまうことがあります。一方、上田選手は、プレッシャーを感じることがないという強さを持っています。彼女は、自分がやりたいようにプレーすることで、周りを圧倒することができます。以上のように、渋野日向子選手と上田桃子選手のゴルフの賢さを比較してみました。両者に、それぞれの長所があり、どちらが優れているということはありません。ただ、プレッシャーに強いかどうかという点で、上田選手が優れているというのが、私の結論です。プレッシャーに強くなるためには、自分にプレッシャーをかけることも大切ですが、上田選手のように、プレッシャーを感じないようにする方法もあります。自分に合った方法を見つけて、プレーの質を高めていくことが大切です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。